平春一9月9日から1947年4月30日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。1889年9月9日、大分県に生まれる。1909年3月、ひつき中学を卒業。9月、海兵40期に入学。同期には、山口多門、宇垣まとい、大西多喜次郎、千田貞俊としらがいる。 1912年7月、海兵40期を卒業し、少尉候補生になる。1913年12月、少尉任官。1916年12月1日、航空実学生に任命。1921年8月6日、センピル教育団の講習に参加した。1922年11月10日、航空母官、法省航空長兼分隊長に任命。 1923年3月16日、法省で行われた重式艦上戦闘機の初着艦テストに成功。日本人として空母初着艦を成功させ、12月に着艦を成功させた亀井時雄注意、馬場集まろ注意と合わせて着艦サンバガラスの異名がついた。この時1回目の着艦テストでは甲板を滑って海上に転落。 予備機で行われた第2回のテストで着艦に成功している。なお、日本での航空母艦への着艦は、元英国空軍隊員、ウィリアム・ジョルダンが、また滑走台からの発艦は、クワハラ・ラオが成功していた。1933年11月1日、大港海軍航空隊司令に任命。11月15日、大佐に昇進。 1935年10月31日、航空母艦、龍城艦長に任命。1936年12月5日、海軍大学校特集学生に任命。1937年8月26日、特設水上規模艦角丸艦長に任命。同年12月15日、海軍航空省飛行実験部長兼、海軍技術会議議員に任命。 1940年11月1日、第十二連合航空隊司令官に任命。同年11月15日、任海軍少将。1941年12月、太平洋戦争が勃発。1942年5月15日、第22航空戦隊司令官に任命。1943年11月1日、中将に昇進。 11月21日、ギルバート諸島沖航空船が発生し、キラが航空部隊の統一式を取る。1944年1月1日、軍令部出資。2月19日、第51航空船隊司令官に任命。1944年3月15日、横須賀海軍航空隊司令官。3月22日、 大会予備第358号が発令され、東号作戦部隊の指揮官が横須賀空司令官となり、作戦発動以前でも編入予定の部隊に指示を与えられるようにされた。1944年5月20日午前10時、キラは南鳥島空襲の法を受けて、東号作戦部隊指揮官として、伝令作第1号で東号作戦発動を命じた。 20日は本州南東方の天候が不良で十分な策的が行えなかったが、キラは敵機動部隊が本土に接近する可能性があると判断し、同日午後4時45分、攻撃部署用意、翌21日午前3時30分以降、即時待機を命じたが、5月24日のエイク島、来週後はもはや本土方面に、 来週の恐れはなくなったと軍令部は判断し、同日午後6時に大会指第386号をもって東号作戦部隊の編成が解かれた。1944年7月10日、第三航空艦隊司令長官に任命。病気が原因で転任。11月11日、軍令部出資。1945年9月6日、予備役編入。ありがとうございます。